ラジオリーブンはい、始まりました。ラジオリーブの吉木社長です。富士太郎です。ですはい、えー、ジュビロはね、J1 昇格を決めました。ありがとうございます。ます素晴らしい。はい、いやー、帰ってきましたね、ジュビロは J1。 早かったですねいやそんなこともないんじゃないジュビロサポーターからしたらああそうかけど2年です苦しんだと思いますよさすがにああそうか,確かに、うん、もう1年で帰ってきたいところは、ね、やっぱ苦しいと思いますよいやまあけど他にもっといっぱい苦しんでるクラブを見るとね <laughs> まあまあ全然 まあまあまあ最悪の状況は免れたというかやっぱ J1 にいるクラブやなっていうのは感じます、ね、そうですよね、まあ、今シーズンもしっかりねぎりぎりのところの試合も全部勝ってそうですねうん上がってきて力もあるなっていう感じがするので J1、はいえー、でも楽しみですけど、はい、やっぱり、ね、J1 上がるってなるとさらに補強がいるんじゃないかということで補強はい、うん、はい なんでジュビロがどういうところを補強した方がいいかで、まあ、その補強候補となる選手たちをちょっと、えー、持ってきたので <ほっ S 1> はい今日はそれについて、えー、話していきましょうはいはいということで、えー、ジュビロのね動画をこれからもどんどん上げていきますのでぜひジュビロサポーターの方は、えー、チャンネル登録の方をお願いいたします,お願いします 聞いているあなたを観客から監督に今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます Radio はいということで、えー、ジビロのね移籍、えーまあ、獲得についてちょっと話していきたいんですけどはいはい、はいえーまあ、まずね触れたいのは、まあ、ジビロねいい選手はね静学から入りますね今シーズンええー 地図学の高校生、校生古川選手がね、えー、決まってますし、えー、ユースからもね、確か一、えー、人上がるっていうのが出てたと思うんで、中盤のアタッカー的な部分では、割と若いいい選手いるんじゃないかなっていう。いや、いいですね、若い選手が入ってくるっていうのは。うんうん、で、そもそも3、2、4、1、3、4、2、1みたいな。 はいえー、フォーメーションで、ね、やってますけど、シャドウの位置はいい選手、結構多いじゃないですか。はい、確かに、まあ、飽和状態っていう感じですよね、うん、他のポジションと比べると特に。そうですよね、山田選手と大津選手は基本的には出ますけど、はいね、大森選手いたりとか、金子選手補強したりとかしてるんで、その辺はね、結構、そうは厚いかなと思うんですけど、うん、あのー。 補強ポイントは、まあ、ちょっと上げるとしたら、センターバック1人。1> はい。はい。J1 の経験がある、まあ割とレベルが高いセンターバックが1枚欲しいんじゃないかなっていう。確かに、だからもう即戦力クラスの選手を1人ってことですよね。うん、はい。まあ、基本的に多い選手が務めてたと思うんですけど、さすがにね、あの年齢っていうのもあるので。はい。うん 来シーズンフル稼働できるかって言われたらまだそこは分からないのでそうですね、うん、でねあの若くていい選手はいるんですよ鈴木海斗選手っていう、えー、パリ世代の選手とか、えー、と森岡陸選手っていうジュビロのユースで縫製だったかな行ってあの帰ってきた選手いるんですけどあ大卒の選手大卒の森岡選手とかマジでいい選手なんでへえー うん、絡んでくる可能性あると思うんですけど、はい 1> まあ、1枚欲しいかなっていう感じはしますよね、うんまあ、伊藤将人選手を、ね、確実に取る前提の話ですけど、はははいはいはい、はいうん、そ,それはいりますよね、確実に。まあ、そうですね、やっぱ貴重ですからね、あの3バック使ってるチームで、左のセンターバックで左足を蹴れる選手っていうのは、うんはい、やっぱ貴重やと思うんで。 まあ,そこはまあ確実に取りつつもう一人取りたいです、はいはい、ねずっと言ってますもんね僕らラジエで左は蹴れるっていう, <laughs> もうそういう認識になってますからはい、はい、そうですもうほぼ左利きっていうくらいね押、はい、してるので、はい、で、えー、まあ選手挙げるとしたらまず広島から来るんじゃないか広島んでですかはい、うん、あの塩、まあ、谷選手が入るっていうところとはいはい 塩谷選手いて、でまあ、佐々木選手いて、荒、はい、木選手いてっていうところで、はいうん、やっぱスタメンから漏れる選手が出てくる。確かに、はいうん。今まで結構、野上選手とか、まあ、今津選手とかもね、はい、試合絡んだりしてましたけど、そうですね、うん、どうですか、瀬尾君、この辺の野上、今津あたり、来てもおかしくないでも誰が来てもね、G1、うん、での実績。 十分だと思うんでそうですよね結構期待値は高いですよねうんでえー、岡村大八選手札幌はい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 瀬尾君どうすこの選手もいい選手ですよねいい選手ですけどなんか今シーズンはあんまり試合に出てないんですかねうんなんか見たいですね結構結構意外というか、ね、もっと出る出てるねイメージありましたけどはい どうですかサキト君岡村選手は来そうまあけど札幌はほんまになんか今本職のセンターバックが一人も出れないみたいなそれで金ム・ミンテ選手があの名古屋移籍したりとかありましたけどはい、はい、っていうのもあって岡村選手来シーズンもだから出場機会どうなるかっていうのは分かんないんでだからまあジュビロか分かんないですけど移籍の可能性はすごい高いんかなっていうでジュビロの補強ポイントとも合うんで。うん まあしっかりビルドアップもできてセンターバックとしても強くてでまだまだ若いですからすごいいいんじゃないかなっていうのは思います、うん、ねありそうですよねこの辺はいはいでジュビロはあんまり外国人枠を使ってないんではいはいはい確かに、うん、別にここに外国人外国籍の選手持ってくる可能性もあるんですよね最終ラインに1人、うん、はいうんでまあ やっぱりね経験ある方がいいと思うんですよ、J1 の。うん、ああ、はい、確かに。うんまあ、その面で言ったら、まあ、徳島の加賀選手が狙ってもおかしくないんじゃないかなとか。ああ、徳島が出すかどうかっていうところですよね、それはけど。うん。うん、まあ、狙いに行く可能性はあるかなと。はいはいはい、いい選手ですからね。うん、はい、まあ、やっぱりね、ビルドアップできないと、ジュビロ、ね、まずいと思うんで。はいうん やっぱ足元ある選手を取りに行くのかなっていうところで、えー、まあこの4人野上今津そして岡村そして加賀はいはいあげました、はい、おおいいですね、うん、強くなりそうですねこの誰か取れればジュビロだってねここのうちの一人がいてで右山本選手の、まあ、伊藤槙人選手で大井選手もいてで若いセンターバックもいてっていうので結構いい 選手層は熱くななるかなとそうですね。うんはい、で次ボランチ。はい、はい。山本浩介選手とか遠藤選手がやってますけど。はい。うんまあ、遠藤選手がやっぱりあのフルで、ね、活動できるかって言ったらそうじゃないと思うんで。うんまあそうですね、うん。だからまあここに1人入れて、まあ、3人で回すとか。はい、うん。山本選手他のポジションもできるんで。 ああ、はい。あそこを回しながらみたいなのもやるかなと思うんで、まあちょっとボランチ一人ぐらい、あの、ごついいい選手を取るんじゃないかなと。ごつい選手はい。はい。海洋、うんはい、セザール。ごつい。<laughs> <laughs> ごついなーはい。G2 でね、結構、あの、存在感を出してますけど。はい。確かに。はい。この辺あるんじゃないかな。海洋セザールいい選手ですよね、剛君。どうですか いやもう中盤で、まあ、もちろんこうーキープして展開もできますけど、うん、何よりこう、案外飛び出しが多くてやる手やるエリアにどんどん入っていけるっていうのがなるほどね、海雄選手の持ち味なのかなと思いますし結構、崩しい関われる選手ですじゃあ結構ジュビロのなんかこうシステム的にも合うかな中盤がで、うん、出てくるっていうところで。 そうですねこうトップ下の選手と入れ替わりながら、うん、面白い崩しが見えるんじゃないかなとは思いますはい、はい、うん、はい。で、次、徳島のジョエル、ジョエル、千葉<ー>選手。はい、はい、彼は出るんじゃないかなっていう予想をしてるんですよね。あ徳島から移籍。はいなんかこう、徳島で絶対的な存在ではないと思うんですよ、今。 まあ基本的には岩尾選手と鈴木徳真選手が2ボランチで出てますもんね、うんはい、でもやっぱジョエル選手ってかなり未来を期待されてる選手でポテンシャル勝ってるチームは多いと思うんで、うんうん、うちに来てくれっていうチームは多いんじゃないかなっていう、まあ、その一つがジュビロああなるほど、うん、でちょっと重なるのがやっぱ川辺選手がジュビロで無双してた時代はいはいはい 萱部尾選手がやっぱボランチで攻守に、ね、かなり存在感出してゴールも決めてってやってましたけどそのイメージがジョエル選手はできるかなっていうえー、なるほど、うん、ちゃんとパスも散らせるし守備力もあるし前に、うん、も出てきけるしっていうので、まあ、またジュビロ行って1個花咲く選手な可能性もあるかなっていう おなるほどはいでまあどうですか瀬尾君ジョエル選手はそもそも出そうどうなんですかねまあ結構キャリアのこと考えてというか、うん、こうベルギーからボルティス行く時もこう結構行くチームはこう、うん、選んだ感はあったと思うんでそうですね成長できるっていうやってるサッカーを鑑みて徳島っていう 選んだと思うんで、そこのこうキャリアプランみたいなのに、ジュビロが逆に合ってるのかどうかとか、関わってくるのかなとは思います。うんうんうん、なるほど、まあ、その交渉みたいなのもね、はい、うまくやる必要がありそうです。はいで、えー、もう一人、横浜 FC の瀬古達樹選手ですね。うん、おうはい。えー、もうこの選手、マジでいいボランチなんで。 この選手はマジで争奪戦になるかなっていうところですけどやっぱねあの横浜 FC 水色でジュビロも、ね、サックスブルーなんでイメージしやすいけやすいかこの選手取れたら結構でかい瀬古選手いて遠藤選手いて山本康介選手いてとか。 確かにフリーキッカーがいっぱいいますもんね、うん、もうなんか <laughs>。うん、確かに。山本選手もいいシュート決めますからね。うん、うん確かに。うん、この辺はありそうだなっていう。でもう一人、ボランチ。これ、僕の希望というか、来てほしいのは、今ねあの、ウズベキスタンに帰っちゃってる、ムサエフね。おお今、ウズベキスタンにいるんですね。うんまあ、帰っちゃってるんですけど、去年までいて、契約満了で帰ったのかな、確か。 あ,あ、そうなんですね。うん。いや、ちょっと J1 上がったからもう一回来てくれんみたいな。<laughs> いや、無才夫側相当都合いいけどな、それ。まあ確かに。まあでもいいんじ、<laughs> いいんじゃないまあまあいいけど。ジェけど。ン J1 なら、みたいな。うん。<laughs> 無才夫そんなやつじゃないと思いますけど。<laughs> ちょっと都合いいけど、さ。<laughs> う,んうん。まあでも無才夫本当にジュビロにあってたんで。 それこそさっき言った河辺選手とダブルボランチ組んで、無双してたんで、うんはい、この選手来たらね、上がるんじゃないですか、ジュビロは。いやー、見たいですけどまたもう一回ね、ムサエフ選手がジュビロのユニフォーム着てプレイしてるのは、うん、はい,いや、無財布あるんじゃないかな <laughs> っていう、<laughs> なるほど、暑、うん、いね、ムサエフ、ムサフいたら暑いね、確かに、ムサエフやっとさんのコンビみたいですね、うん、渋い。うんはい、で まあえー、もう一個補強ポイントではないんですけどここいたらいいかなっていうので左利きの、まあ、サイドウイングバックとかできる選手ああ確かに今は右利きの松本選手がやってますんうん、うんまあ、彼もね別にあの左で上げ,上げれるんですけどクロスもはいはいはい、うん、またちょっと違うタイプを置いてもいいんじゃないかなっていうので、はいえー、例えばの鹿島の長戸選手とかおおなるほどうん、うん まあこれまたね、いいキック持ってる選手、はいうん、を置いて、まあ、そこで,で、右は鈴木優斗選手いてで、そこの、まあ、3人で使い分けみたいなのもできるんで、そしたら松本選手と、そこに左利きの、ね、選手を持ってきても面白いんじゃないかなというの、ね、が長門選手です。おお長門選手ふ、なんかまあまあ、今、ちょっと出場機会とか減ってますけど、なんか復活しそうな。うん ね、感じは仙台の時のね、まあ、ウィングバックとかやってるイメージで復活しそうな感じはしますけどね、うんうん、ちょっとこれもね狙ってみてもいいんじゃないかなっていう確かにはいで、まあ、あと補強ポイントで言ったら、えっと、フォワードはいはいはいフォワードルキアンっていう絶対的なフォワードいますけどうん、うん、はい、うん、なんかね、あのーまあ、ルキアンが怪我したらとかああはい うんまあ、小川晃輝選手いるんですけど、はいうん、小川選手、このままジュビロ残るのかっていう問題もあるし、そもそもなんかこう、ルキアンが怪我した時に、じゃあ、小川選手のワントップになるのかって言ったら、そうじゃない気もするんですよ確かに、出場停止の時前は、ファビアン・ゴンザレス選手が出てましたけど、なかなかしっくりきてない感はちょっとありましたからね。<laughs> はい、うん だ彼もね、あの放出の可能性ありますし、リンンゴの選手も、えー、はい、はい、なんでちょっとフォワードのところね、また選手変えてくるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、はい、これまた欲しいのは、あのアダイウトンね。おー、カムバック。はい、まあ、ジビロといえばアダイウトンでしょう。いやー、怖いですね、うん、それはもう。 うん、もうアダユトン J の頃が一番嫌でしたからねジュビロいや嫌ですね <laughs> <laughs> うんはいでやっぱりこうルキアンが J1 でどれだけ通用するのかってまだ未知数じゃないですか正直まあ確かにそうですねうん、まあ、活躍はするんだろうけどどっか封じ込まれたりする時もあると思うんですよねはい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 確かに、はい、JJU には封じ込まれるとかはありそうですもんねなので でそこに、アダイウトンまでセットでつけてきたら、やっぱ抑えられないと思うんですよね。いや確かに。はい。だからそこをちょっと期待したいなっていう。うまあ、これもね、ジュビロ J1 来たから、アダイウトンちょっともう一回来てくれって言ったら、あ、それまで行くよって,って。<laughs> ええ、都合ええな、さっきからなんか。うん <laughs> <ー>。選手に対して甘いな。 甘いかうん、ジュビロあかん男やわなんかそれなんか <laughs> 許しちゃう可愛かったら許しちゃううん <laughs>、うん、ち,ょちょっと自分磨いたしあの今お金あるしちょっともう一回付き合ってくれへんみたいな, <laughs> なんかそういう感じ <laughs> あかん男 <laughs> うんあかん男感あるなそれまあでもやっぱね、まあ、来てくれたら嬉しいですからまあまあそうですねその辺ねサポーターどう思ってるか分かんないですけど <laughs> <laughs> はいはい、はいはいはい、で、まあ、また全く別のところで言うと新潟の谷口選手とかいいんじゃないかなっていうはいはいはい、はいうん、なるほど、うん、フォワードで、まあ、控えに回りつつこうスタメンでも出れる選手を考えた時に谷口選手とかって途中出場でも結果出すしはい何、うんまあ、といってもね J3J2 で実績上げてきてるんではい、はい J1 でもうん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 だこれちょっと谷口選手は J1 で見てみたいですよね確かにだかウイングサイドハーフとかでもプレーできる選手なんでだからジュビルやったらシャドウで使われたりとかっていうのもありそうですもんね、うん、じゃあもう完全にルキアンの控えっていうよりは組み合わせもできるっていう方がな,なかいい、ね、そうですよねはいはい、うん、確かにっていうところで、まあ、谷口選手 あともう一人は、これ完全に僕の希望なんですけど、希望絶対ありえないんですけど、中野聖也選手ね、大宮。はいはいはい。一回放出になってますもんね。完全移籍で大宮に出してるんですよ。もうね、これありえない、マジで。本当ありえない。 ジュビロで中野聖也でしょみたいなこれからの時代は。でも思ってたんですよ、僕は。小川幸喜とか伊藤洋輝とかいたけど中野聖也だよ、これからはっていう時に完全移籍で大宮出てたんでどういうことっていうこの選手、本当にポテンシャルすごいあってでもやっぱり大宮でも多分そこまで。 まあ、6点ぐらいは取ってると思うんですけど、そこまでね、大きい活躍はしてないんで、うん。うん。まあ、彼自身のね、パフォーマンスも落ちてきてるのかもしんないですけど、<っ>まあね、ジュビロ育ちで、はい、静岡出身で、うん、うん。あれだけね、ポテンシャルを見せてくれた選手、まあ、もう一回ちょっとジュビロで見たいなっていう。うん。ああ、確かに。はい。いや、僕好きなんですよね、中野聖也選手は。 非常なえー、まあ静岡県民ならではの意見ですね、うん、ちょっと僕らはあんまりそこまでちょっと思い入れはなかったんでそうですねそんな将来を背負って立つような選手やったんですねそうですよねうんだから金子選手がねどうなるのかも分かんないですし、うん、確かにそうですねうんまあ,あんどうなんですかね エスパルスがい,うもういるっていうんだったら戻すし、もういらないってなったら完全移籍でジュビロでしょうね。ああ、確かに。もう、もうそのレンタルの意味はないかなっていう、お互い G1 だったら。まあ、ジュビロ、結構大変ですね、そうなったら、もうレンタルで何人かそのいるから、うん、その全員をちゃんと買い取り完全,完全に、<laughs> うん、その作業はちょっと大変そうですよね。か遠藤選手とかもそうでしょ <laughs> はい だから今いろいろ補強の話してるけどまずその前にそういう部分期限付き移籍の選手を完全で獲得するかとか、うん、期限付き延長するかみたいな部分をやらないといけないですもんねそうですねだから、まあ、そこがね主になってきますけど、まあ、今ねこんな感じですかねあと監督最後にああ監督はい、うんまあ、鈴木監督がねちょっと体調が悪いじゃないですかそうですねはい、うん、で今服部さんがやってると思うんですけどはい うん、どうですか瀬尾君とかは、このまま、まあ、フベロ監督を解任した時点で、ねうん、というか、やっぱりこう、ジュビロの黄金期を知ってる人たちに、監督をしてもらうっていうのが、今の、うん、こうジュビロの流れやとは思うんで、そう,ですね、そういう意味では、まあ、服部監督のままいくんじゃないかなとは。うん 思いますそうですねでちょっとねそこは継続で見てみたいですねうんはいでまあまあジュビロえこんな感じでまとめてきましたけどはいはいえーまあ、またぜひねジュビロについては移籍情報が出次第やっていくんでチャンネル登録をして、ね、皆さんお待ちくださいはいお願いしますはい今日はこんなところで終わりましょうはい天狗でございます

本当に今外国籍で試合に出して使ってるのは、ね、ギアンぐらい、マディアンモブ、サマニーぐらいだと思って。そうですね。全然空いてる。うん、確かに外国人。まあ、J2 優勝もしこのまますれば、多分ある程度資金も増えると思うので、そういうのもありそうです。うん、そうね。 私たは、エスパル S と静岡ダービーをやりたいので、はいはい、ぜひ、自分の,のサポーターは、今だけはエスパルチと応援していただいて、<laughs> <laughs> いや、<ー>そうなかなかならんと思うけど、ね <laughs> はいえー、本当に静岡ダービーができるっていうのは、喜びなくて、どんな気持ちでしょう。